山浦、深谷、一時からは、東海ラジオ放送で2019年4月1日から2020年3月27日まで、平日の13時16時に放送されていた、生ワイド番組。メインパーソナリティは、山浦久史と深谷里奈。本校ではその続編として、2020年4月2日から9月25日まで、 同じ時間帯で放送された山浦久さし時からについても述べる。東海ラジオで2014年9月29日から2019年3月29日まで平日夕方の生アイド番組山浦深谷の四時からが放送されていた。その後2019年の4月回編で当該時間帯に大沢広樹のドラゴンズステーションを開始することに ともない、2019年3月29日をもって、4時からは終了となった。当番組は、4時からのパーソナリティである山浦、深谷をそのまま起用し、平日の13時16時の新ワイド番組として立ち上がった。2019年の4月改編にあたり、東海ラジオとしては、新番組の立ち上げとしているが、事実上の4時から。 からの番組枠移動、海大であり、パーソナリティである山浦、深谷は、ぶっつけワイド、宮地有紀生の聞いてみやちなど東海ラジオの、歴代の看板番組が並ぶ平日ピルマの、ワイド番組のパーソナリティへのステップアップを果たすことになった。2020年の4月改編では山浦が単独で、メインパーソナリティを務めることを前提に、現タイトルへのリニューアルが行われた。 メインパーソナリティを離れた深谷は、フロートコーナーの進行として引き続き関わる。しかし、半年後の同年10月改編で、お、oh! ー、マイチャンネルの帯番組化など、平日昼、ワイド番組が再編されることに伴い、9月25日をもって終了することになった。なお、山浦は、この改編以降、月曜日のドラゴンズステーションを担当する。曜日別、 日替わりで出演。なお、中市、本日、増野は4時から、当時からコーナー出演や、休演時の代理パーソナリティなど、頻繁に出演していた。山浦久さし、1時から、絵の解題と同時に、肩書きが変更された。深谷が休暇の際に、通常の1時から応援隊が、パーソナリティ代理となるため、若手芸人が、 応援隊研究生として出演。一部、全番組の、ハ、は、ー、あ、さん、ねねの、数度目、め、からそのまま引き継いだコーナーや、四字から、からそのまま移動したコーナーがある。出展、2019年東海ラジオ春の新番組、東海ラジオ放送。2019年3月11日閲覧。2020年東海ラジオ秋の新番組、東海ラジオ放送。 2020年9月9日閲覧。AB コーナー紹介だ東海ラジオ9月4日、SKE48& ゲストタックインミネの一言山浦、深谷、1時から、2019年9月4日山浦、深谷、1時から、東海ラジオ、ツイートツイッター2019年12月18日10月18日、応援隊ピンチヒッター。 タックインサワの一言東海ラジオ放送、2019年10月18日2019年11月27日閲覧11月1日ゲスト、西片広之さん応援隊ピンチヒッター。タックインサワ東海ラジオ放送、2019年11月1日2019年11月27日閲覧10月25日ゲスト、清水玉木さん応援隊ピンチヒッター。 絵になるおぎそさんの一言東海ラジオ放送。2019年10月25日2019年11月27日閲覧、11月15日。応援隊ピンチヒッター。絵になるおぎそさん東海ラジオ放送。2019年11月15日2019年11月27日越欄1月1日ゲスト。ファーストプレイス応援隊ピンチヒッター。 お化け愛な東海ラジオ放送2019年11月8日2019年11月27日閲覧山浦深谷1時から東海ラジオツイートツイッター2020年2月7日東海ラジオ 1332kHz 92.9MHz 山浦久し1時から www.tokairadio.co.jp 2020年5月11日閲覧。谷竜介のちょっと一休み、一旦中断します。谷竜介日記、2020年5月11日閲覧。山浦久市、1時から、に関するカテゴリー、ありがとうございます。